本日から待ちに待ちました Windows フライトシミュレーター、こちらの方を私ついにやっていきたいと思います。いやー、ちょっとコントローラーとかね、いろいろこのフライトスティックちょっと導入したりとか、思いのほか時間かかりまして、まあ、ちょっと練習したりもしたんですけども、やっぱりねキーマウだと難しいということで、まあ急遽ねこのフライトスティック使いまして、今日から本格的にやっていきたいと思いますので、皆さんねこちらの方も一緒に楽しんでいければなと思います。いやめちゃめちゃなんて言うんでしょう、この最初のメインメニューなんですけども、すごいね魅力的な言葉がいっぱいあるんですけども、とりあえずこちらの飛行フライト、こちらですね、飛行訓練、こちらの飛行訓練をとりあえずやった方がいいということで、こちらの方ねやっていきたいと思います。来ましたね、飛行訓練。基本的なハンドリングということで、まあこれちょっと全部やってからね、いろいろちょっと飛行を楽しんでいこうかなと思います。これもね回にしてやっていきたいと思います。ちょっとこれ気になるんで一回見てみます。あー、ダウンロードしたと了解これ出てくんだね、ちゃんとね。これラバちゃんのこれ変えたいね、これ。まあいいけど、これ Windows のやつなんでしょうね。はい、では早速こちらの今日は基本的なハンドリングやっていきたいと思います。この基本操作とカメラから始めちゃいますね。5分かかると OK。 じゃあ行っちゃいましょう。今回使うのはこのセスナーを使ってやるみたいでございます。セドナから行くと、行きます。 OK。 ではフライトの準備が完了しましたので、早速行っちゃいたいと思います。はい、どうするんでしょう。お、動いてる、すごい。何をしたらいいんでしょう。はあ、出てきましたね目標。ここに目標が出てますね。ちょっとあれだな、そして俺のこの俺が邪魔なんで、上にここら辺に持ってきます。これで今回、毎回ちょっとね、私のこのアイコンがここにあると思うんですけども、これが邪魔なんで、ちょっと移動しましたね。シフトとダウン、シフト押して、ダウン。ちょっと待って。シフト、ダウン、レフト、ライトってどこでしょうね、これ。マウスを動かして、ああ、こういうことね。はい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 、右クリックで動くってことだ。ツールバーから基本操作のパネルを開く。はい、基本操作、カメラ、マトカメラ、これね。はいはいはい。おお、すごい、今私が使ってるあれが出てきましたね。はい、 OK でございます。パネルを閉じます。はい、はい、ジョイスティック11ボタンを押して、11ボタンどこだ、これだ、カメラ。ああ、なるほど、はい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 。カメラとカーソル、はい、こちらを見る。あ、なるほどね、目をこれに合わせる。あ、なるほど、カーソルってこれか。はい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 、なるほど。これはあった方がいいよね。はいはいはい、これで、うん、クロック。はい。ロブをノック。ノブ。ノブってこれか。はい。次。マウスホイールを下へ回す。下へ回す。
こういうこと。ああ、なるほど。こういうことか。はい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 。これはちょっと難しいね。あ、回りましたね。はい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 、はい。横にやればいいんだ。コックピット操作。コントロールアルト。1、OK。はい。パイロットビューに戻すジョイスティックボタンの2ですね。これ出してもらいたい、本当に。2番はどこでしょう？こちらでございます。これあれじゃない。トリガーじゃないの。はい。アルト1でカスタムカメラを呼び出します。アルトと1番、こちら。いやー、これ全部覚えらんないな、俺。はい。了解。カメラをリセットを、もう一回、はい。OK! ベストスコアって出てるけど。まあ、なんとかですね、これ。じゃあちょっとせっかくなんで、二つやっちゃいましょうかね。あ、これが終わったんで次こっちか。はい、航空機の基本、了解です。これもちょっと学んでいきましょう。あ、かっこいい。飛行はしないだろうけど。はい、では始めましょうか。はい。了解。操縦桿を確認します。はい。これね。操縦調子を確認してますよ。はいはいはい。これね。ジョイスティックで、こういうことね。はいはいはい。お、ちょっと待って。あ、こういうことね。はい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 。はい、見ましたよ。はい。ここはね。プッシュ。はい。エレベーターね。なるほど。これで、こういうことね。はいはいはい。動いてますね。動いてる。はい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 。ナイス。ナイス。OK。あ、なるほど。ひねられるんだね、スティックって。気づかなかった。はい。いや、了解。もったいごめんなさい。アルトで1。スロットルを見て、はい。動かします。はい。これで、あれでしょう。いけるんでしょう。Y 軸でスロットルを押す。はい。OK。スロットルを引く。はい。了解。はいはいはい。スロットルを選択解除。はい。スライダーを、はい、開けました。コントローラーでやれと。はい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 。そういうことね。了解でございます。ケーキを確認。はい。了解。これ。これ速度でしょ？はい、見ます。ここに合わせて、はい。見ましたよ。お姉さん。あ、なるほどね。これで移動しろと。はい。はい、見ました。中をちゃんと移動しなさいと。はいはいはい。こういうことね。はい。はい、了解でございます。こういうことね。はい、見ましたよ。はい。
はい。これは傾きなのかな、多分。はい。アルトメーター。The long thick pointer indicates 100 foot intervals. The short thick one is 1000 foot intervals. And the long thin one, 10,000 foot intervals. That's all for today. Next time, we'll see how it goes. ああ、これで終わりなの？はい、まあ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 、操作関係ね、ちょっと見れましたね。ちょっとせっかくなんで練習フライトも行っちゃいましょうかね。飛びたい、とりあえずね。はい、皆さん、いや飛んでますよ。今教官が運転してるみたいですけども、めっちゃ綺麗。うわすごい、グランドキャニオン。これどこなんだろう。はい、ジョイスティック左、クイックビュー、これか。ね、はい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 。ビューティフォーですね。めっちゃ綺麗でございます。1長押し、1の長押し、1?1? ここ?はいはいはい。エアポートね。はい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 。教官の飛行を楽しめなと。あーめっちゃ綺麗だね、これ。すごい。ケーキ類もちゃんと出てくんだ。すごいね、これ。めっちゃリアルじゃないの。教官が運転してくれてると思うと、ものすごい、あれだね。なるほどね。はい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 。スマートカメラっていうのはどこを見てるんだろうね。いやー綺麗、めちゃめちゃ綺麗。いやーすごいね。教官乗ってないけど、はい、見ろと、見て感じろということね。はい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 。でもあれだね、ハンドル傾けたりしてないね。はいはいはい、30ディグリーズね。このここのこのケーキであれだね、傾きが分かると。はい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 。お、ちょっと待って待って待って、こういうことでしょ。あ、教官がやってた時はあんまり傾かないんだねこれ。 OK。おお、ほっ、これでもちょっとあれだな。おい、待って、ヨを引いてあげる。ピッチアップを5秒間。あ、勝手に5秒間になっちゃったねこれ。あ、おっと、いや結構むずいなこれ。ピッチアップとピッチダウンで、はい、こういうこと。5秒間。 OK。 はいはいはい。 OK。 いやー緊張するねこれ。空港を見つけて向かう。空港さっきあったよね。はい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 。 OK。 ありましたね空港。OK。 ちょっとラダーで、はい、来ました。 OK。B でしたね。いやでも難しいわ。ヨタヨタしてたからだろうなこれ。まあでも思いのほかちょっと難しいねこれ。
セスナだからちょっとシビアなのかもしれませんけども、まあ今回はね、ちょっとチュートリアル、カメラ操作からまあフライト、まあ離発着はまだやってないんですけども、まあそこに至るまで、まああと何回かあると思うんですけども、そちらの方全部やって、このフライトスクールの方ね、卒業して、満を持してね、ちょっと世界の空を飛び回っていきたいと思いますので、皆さんね、そちらの方も楽しみに一緒に勉強していければなと思います。多分次からは飛ぶ実践の方法だと思いますんでね、最初ちょっとね、カメラワークとか操作説明とかでね、あんまり空飛んでませんでしたけども、今日まあ最後の方はね、ちょっと飛べたんで良かったのではないでしょうか。ちょっと緊張し気味で、私もあんまり口を開いてなかったけどもね、余裕が出てきたら、まあいつもの感じで私もね、喋りながらできると思いますんでね、まあちょっと緊張感、私の緊張感も感じられながら、ちょっとね、皆さんご覧にいただければなと思います。はい、じゃあ皆さん、また次のフライトでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。